今僕たちはインターネットの中のアップバンクストアを泳ぎ回っています。未来ですね。未来ですね。バイヤーバイヤーチャンネル24をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。アップバンクストアの仕入れと PR 担当のバイヤーとバクテでございます。よろしくお願いします。この我々のお店で新しくですね、予約が始まった商品の中で、はい、ひときわ群を抜いて面白そうなものをピックアップしたので、はい、皆さんぜひご覧ください。楽しみですね。はい、これはよりすぐりの製品ですからね、きっとすごいものが揃ってるはず。はい、1個目見ていきましょう。はい、来た。ファミ通アップです。最新号。これはね、はい、あの雑誌。そうですね、雑誌。うん、はい、あのスマホゲーム好きな方は必見です。パズドラだけじゃないですけど ね、 あのね、いっぱいね、人気のタイトルのあれですね、シリアルコードがついてるんですよ。シリアルコードってのは皆さん分かりますよね。あのこの雑誌を買ってそこについてる番号を打ち込むと、そこでしかもらえないものだったりとか、なかなか手に入りづらいアイテムが番号を入れるだけで手に入っちゃうっていう、お得なシリアルがいっぱいついてるものなんですね。今回はね、もちろんシリアルが、ね、パズドラでしょ、はい、ファントムオブキル、リトルノワ、などなどですね。あとね、ドラゴンクエストモンスターズとか、ケリヒメスイーツディバインズゲートとか、失礼、ディバインゲートとか、サモンズボードとか、あとモンストね、あと実況バフルプロ野球とか、すごいです。あのとにかく盛りだくさんですね。今、伝えた以外にも1回いっぱい、ありますので、ぜひアップバンクストアのサイトにアクセスしてね、自分がプレイしてるゲームのシリアルがついてるかどうかチェックしてください。はい、シリアルがついてたら買いです。そして、2つ目の製品いきましょう。はい、これはね、はい、防水ケースです。あのポーチ型になってる、はい、だけどただの防水ケースじゃなくて、立てることができるんですね。水の中で。いや、水の中で立たない。水の中で。それはレベル高い、レベル高いだから。イメージとしては、はい、お風呂の蓋の上とかに立てるの。はいはいはい、いいでしょ。いいでしょ。必要ですね、これは。あのお風呂の中に入りながらさ、じっくりあのバイヤーチャンネルとかマックスマラチャンネルとか見たりするときもいいし、はいはい、あと女性の方とかもさ、デトックスとかって言って半身浴とかする人多いでしょ。はい、いいと思うんですよね。あのほら、半身浴するって言ったってずっとさ、お風呂の壁見ながら30分いるのは辛いじゃないですか。痛いですね。ね、はい、でそうなったときに、防水ケースに入れてもベチャって出ちゃうからさ、すごいなんか上からこうやってこう蓋をこうやってみるとか、30分この姿勢になるとか逆に疲れるみたいな話があるから、目の前に立てて風呂に入ってこうやってくつろいで見れるっていうのはいいと思う。ちなみにさ、あれですよ、夏だったら、はい、あのもっとこれから暑くなってったら、あったかい風呂じゃなくて水風呂に使ってさ、涼みながらこれで動画見るってことも全然ありだと思うよ。おすすめです。もう結構そういう時期ですね。ね、そういう時期だよね、はい、あとはあれだよ、すごいあのセレブな人、南の島とかにジュースとか飲みながら3月かけて、そう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 いう感じ、ね、できたらいいね。いいですね、これ。使い方ができます。はい、ぜひアップバンクストアでチェックしてください。3つ目の製品、これはね、僕ね、商品の説明見てびっくりした。はい、何ですか。漆塗りなんです。漆塗りって知ってる？あのね、はい、日本の古くから伝わる、はい、塗り、ペインティングの技術で、はい、漆っていう植物からね、はい、取ったペンキじゃないんだけど、はい、コーティング剤みたいなのを塗ってね、すごい綺麗な黒が出るんですよ、光る。でね、その中でもね、なんか白檀塗りっていうね、変わった漆塗りの方法を使ってるものなんだけれども、はい、なんとそれでね、スターウォーズの模様が描かれてるんですよ、ハンラグって読むと。すごいでしょ、このすごいです、ね、見てみて、このこだわりが、こだわりがすごい。うわ、綺麗ですね、普通に。めちゃくちゃ古くからある日本の技術を使ってスターウォーズを描くっていう発想が面白いよね。これは写真見るだけで十分伝わりますね。綺麗です。面白いよね。あのもうスターウォーズファンの方はね、ピンときたらまさにって感じですけど、特にスターウォーズファンでないという方もですね、漆塗りの面白いものとしてね、これはね、リアルな一品です。ぜひください。では、4つ目の製品、はい、4つ目です。これはね、もうね、いや、いい、僕ね、今ね、欲しいんですよ、めちゃくちゃ。かっこいい。アディダスのケース、新作来ちゃったの。何週間か前にご紹介してるんですよね、はい、あの黒い手帳型のやつとか、それのね、もっとカラフルなやつ、もっとカラフル、うん、でね、フローラルって言うんだけども、すっごい色合い綺麗でしょ。他にもね、いくつかカラーバリエーション来てます。本当に大人気のアディダスケース、はい、どん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 新作追加されてますので、まだ買ってないよという方はお見逃しなく。おすすめです。
そしてラストはこれはねバッテリーでもあるしケーブルでもある。正確に言うと、はい、ケーブルに緊急時用のバッテリーがついている。ケーブルにバッテリーがついてます。そうなんですよ。面白いですね。で発想が面白くて、はい、すごい軽くてコンパクトです。であるがゆえにバッテリー容量は 800mAh。 800ですよ。しかもケーブルについてるので結構コンパクトです。そうそう、これねサイズがね、5センチなんだって。すごい小さいでしょ。おこんなにもないかも。ほんとこんなもんだと思うんだけど、はい、そうです。で iPhone が緊急時に切れたっていう時にわずかに充電して本当にちょっとの間通話するとか一発メールを送るとかっていう時にチャージできる。本当にエマージェンシー緊急用なんです、ね、緊急ですね、うん、これで iPhone の駆動時間が6倍になりますとかっていうのとは全然違うコンセプトで使われてます、ね、ケーブルのようにして持ち歩いてるんだけど緊急時では少しだけ iPhone のバッテリー駆動時間を伸ばせるという設定です、はい、面白い。ぜひチェックしてください。はい、おすすめです、はい、というわけで、はい、今回のフランクストアの、ニューアイテムということでご紹介しました、はい、この YouTube の動画以外にもですねアップバンクストアで新しく予約が始まった製品や発売が開始になった製品は私の Twitter や Facebook アカウントでもご紹介していますので皆さんぜひフォローやいいねをお願いします。そして、はい、はい、こうした動画を、ね、説明文です。でこの動画のなんだろう撮影の風景みたいなところ、はい、あの私のねインスタグラムのアカウントでもですね紹介していますので皆さんぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。